はい、皆さんこんにちは、片岡です。ね、まあ、コロナウイルスがちょっと蔓延してて、まあ、外出もなかなか難しいというところでかね、まあ、かといって買い物もねちょっとなかなか頻繁に行くのもねためらわれるという毎日が続いてますけれども、まあ、皆さんもしですね自宅でなんか野菜とかそういった作物がたくさん取れたらめちゃくちゃ楽だし安全だと思いませんか。例えば自宅に庭があるとかでちょっと地方とか田舎の方に住んでる方だったらまあ割とそういう環境って作りやすいと思うんですけど、まあ、僕は東京都内に住んでるんですがなかなかねやっぱ家が狭いとそういう畑を持つことももちろんできないし、まあ、畑をレンタルするといってもちょっとねまた離れたところまで行かなきゃいけないっていうちょっと面倒くささもあると、農作物を自給自足っていうのはなかなかちょっとハードルが高いかなと思うんですけども、まあ、僕も、そういう悩みがあったんですが、水耕栽培という手法を使うとですね、めちゃくちゃ取れます。で例えばですねこれ、まあ、雑誌に昔ちょっと載ったやつなんですけども、これ、僕ん家のベランダなんですが、はい、人の間でこれぐらいのねゴーヤの棚とかを作ることができまして、で収穫数も144個ぐらい取れたと。でまあ、おととしからですね、シソとか、まあ、バジルとかも育て始めてるんですけども、まあ、それも一株で4000枚ぐらい大量にシソが収穫できたりして、もう取れすぎて取れすぎて、逆になんか消費が追いつかないみたいな、状態になっています。はい、というわけで、まあ、水耕栽培っていろんな方法があるんですけども、もう僕がちょっとその2015年から5年間、まあ、約やってきた中で、これがなんかこういうやり方が家でやるならいいんじゃないかなっていうその方法のまあポイントをまあ3つちょっと簡単にまとめましたので、それちょっとご紹介したいなというふうに思います。はい、じゃあこれ僕は去年ね作った水耕栽培の装置なんですけど、これをもとにちょっと解説していきたいと思います。ちょっとねめんどくさがって苗はそのままにしてますが、はい、ご了承ください。まあ、これシソなんですけど、シソは約この1台あたり4000枚ぐらい収穫しました。根っこもね、ちょっと古くなってますけども、こんなぎっしりになりますね。はい、もう枯れちゃって今黒いですけど、最盛期はもうめちゃくちゃ白い根っこが張り巡らされてるっていうような。はい、でポイント一つ目としてはですね、空気を入れることですね。なんか水耕栽培ってひょっとしたら小学生の時に皆さんヒヤシンスの苗、ヒヤシンスをなんかこう水に突っ込んでたらとりあえずなんか根が勝手に生えて花も咲いたからなんかあれでいいんじゃねえかって思ってる人もいるかもしれないですね。あとなんか豆苗とかもね買ってきてボールに水入れて、まあ、定期的に水変えとけばなんかボーボーボーと生えてくるから、まあそれでいいのかなと思われてる方いると思うんですけども、実はね植物も、人間と同様呼吸をしてまして、やっぱり酸素を、ね、根からね酸素を吸ってるんですね。なので、水もただこう同じ状態でこう留めておくと、まあ、水の中の酸素も減っていくので、だんだんこの、ね、根っこが呼吸できなくなって、で成長が遅くなるっていう事態が起こります。で土だとね土の中にちょうどまあなんかいろいろな空気 の気泡が入っていたりするので呼吸困難にはならずに済むんですけど、水だとねもう本当に水に浸かってしまっているので、適度にやっぱ空気に当たるところを作ってあげるっていうのが非常に重要になります。ただですねこれ1番目と同じなんですけども、水の流れを作るっていうことですね。ずっとこのね、液体の水がそのようになっていると全然その根の周りの栄養がなくなってしまうと戻れなくなってしまうので、こういうふうにね水中ポンプを使って水を循環させて、こう栄養分が等しく均等になるような工夫をします。でこの水中ポンプがやっぱり肝ですね。水の中に、入れることでこう常時、はい、水が循環するシステムになります。はい、ちょっと今見てみました。で3つ目がですね液体肥料ですね。液体肥料なんですけど、まあ、僕初めてやるのはこのハイポニカをおすすめします。まあ1000円アマゾンで1000円ぐらいでね買えるんですけども、まあ、これがね2つの液体を混ぜて使うっていう種類の
肥料になるんですけども、あの濃度調整も非常にしやすいので、これが使いやすいかなと思います。よくね、僕も最初やってたんですけど、なんか生育が遅いなと思って、肥料足りないのかなと思って入れまくってたんですけど、なんかそれがかえって濃すぎちゃって、植物の生育良くないっていうようなことが、まあ、結構あったので、まあ、そういう濃度調整がしやすい肥料を使うっていうのは一つ大事なポイントになりますね。はい。で、あとなんか濃度調整がなんかちょっと難しいなっていう方は、Amazon でね、1000円とか2000円ぐらいで、こういうEC メーター、まあ、これ pH メーターですけど、EC メーターといって、液体肥料の濃度を計測する、まあ、機械とかも売っているので、まあ、それも使うとより正確な栽培が可能になると思います。はい、というわけでね、まあ、こういった実際の具体的な水耕栽培の装置の作り方はちょっとこういうね、ふんな感じで、まあ、図解とかも含めてブログでちょっとアップしています。まあ、概要欄にその URL を貼っておきますので、まあ、よかったらちょっと見てみてください。まあ、実際のね、これから作り方の動画とかも、アップしていきたいと思います。またね、昔、2,3 年前ぐらいにこの水耕栽培の装置を作るワークショップを行ったんですけど、そこに参加してくれた家庭菜園 YouTuber の宮崎さんもこの動画で作り方を解説してくれているので、よかったらそちらも見てみてください。ではまた会いましょう。バイバイ。